花田では、タデカイヌタデ族の一年草。別名、ヤブタデ。茎の株は地面を横に刃うか射上し、よく分子し、上部は直立し、高さは二0から七十センチメートルになる。茎の質は柔らかく、無毛で、細長い円柱型になる。葉は五星し、短い葉兵があり、葉心は、卵形から長卵形で、先端は急に細くなって、お嬢に戸があり、縁は、 前縁、基部はくさび型になり、長さ2から11センチメートル、幅1から4センチメートルになる。葉の質は薄く柔らかく、両面にまばらに毛が生え、時に表面の中央部に暗色の半紋がある。卓葉賞は筒型で、脈状に荒い毛が生え、円に長い毛があり、卓葉賞と同じ長さになるか、上部のものはやや短くなる。下記は8から10月。 花序は茎先に、偽草状に細長く伸び、普通花をまばらにつけ、先端がやや垂れる。時に、やや密に花をつけることもある。花柄の基部にあるとに短い縁毛がある。果敢列片に見えるのは、角列片で、角は深く五列し、列片は、長さ2から3ミリメートル、色は、紅色から白色になる。湯髄は発個あり。 学編より短く、約は普通白色になる。脂肪は、防水状大塩体になり、果中は3個ある。果実は産業のある卵型の痩せ火で、長さ約2ミリメートルになり、黒色で光沢があり、宿損する学編に包まれる。染色体数は 2N イコール40。日本では、南千島、北海道、本州、四国、九州、琉球に分布し、 山野の林内や林園などのやや湿った場所に生育する。世界では日本のほか、朝鮮半島、ウスリー、台湾、中国大陸、東南アジア、ヒマラヤに分布する。和名花田では、花田での井で、花が梅花状に開く様子に基づいたもの。牧野富太郎は、和名花田で葉その梅花状に書い蹴る花に着て書く、うんうと述べている。 なお、1856年に出版された、飯沼翼祭の草木図説前編20巻中、第7巻に、花舘が掲載されているが、名前の由来については記載されていない。マキ野によると、本種ハイヌタデに似たりといえどもも、軽直立使用広く花ソナルをもって直に、その種と識別しえべしとあり、同族員ヌタデフ士セクト、ペルシケリアに属する。 犬タでペルシケリアロンギセタニにいるが、マキノの言う通り、同種は、葉が非神経または長大炎上非神型で、葉先は、次第に細くなって尖り、果樹に花を密につけるのに対し、本種は、葉が卵型から長乱形で、葉先は急に細くなって、お上に尖り、果樹は細く花はまばらにつく点で異なる。似ているとい点においては、過剰が細く花がまばらにつくという点において、 犬種よりも同説に属するヌカボタデピーター期待に似る。しかし、同種は水湿地に生育し、葉は本種と比べ幅が狭く、超皮脂型で、先端は細まってやや生倉型となり、本種のように葉の先端が急に細くならない点で異なる。なお、同種は環境省の絶滅危惧種通類に選定されている。ありがとうございます。